スミッシャー、おはようございます。皆さん、私は今どこにいるかというと、セデン東京ディズニーシーに来てまーす。イエーイ。ということで、今日は素敵なゲストをお迎えしてます。じゃ紹介しますよ、KD さんでーす。どうも、すいません、サンドの飯より舞浜大好き KD チャンネルの K です。イエーイ。KD さんに今日は来ていただきましたということでね、今日はパークの知識とかいろいろね、なんかアプリの取り方とか、もう何でも、もうディズニー詳しすぎるのでいろいろ聞いていけたらなと思います。ということで、今ディズニーに来たんですけど、今7時44分、開園まであと15分ぐらいかですね。で、なんかこの列をね、何も考えずに決めたんですけど、どうですかこの列。僕も動画では出してるんですけど、はい、このディズニーシーって入り口が2カ所あります。まずノース側とサース側、ミラコスタ側とタワテラ側で、で今回多分シェルさんが選んだのはタワーオブテラーがある、タワテラ側なんだ、タワテラ側のゲートを選んでます。あ、なるほど。タワテラ側のゲートとミラコスタ側のゲートで、まあ、タワテラ側のゲートに並んでるんですけど、うん、でこの今一番右に並んでるところから左側だったら、あのディズニーホテルのハッピーフィフティーンっていう、あ、15分前に入れるやつが、ホテルに泊まってる人が、ホテルの入れるエリアがあって、そのエリアの列がゲストの方が多く、宿泊者が流れた後に、あの何ですか、柵っていうものがあって、それが短くなる、はいはい、うん、ショートカットされるんだ。そう、ショートカットされて、その入場するチケットの、まあ、QR コード通すところが、もちろん柵が短くなるので、うん、多くゲストの方が流れるので、なるほど、一番右じゃなくて、あっちの方がいいんだ、あっち側、一番左側。間違えました、間違えました、間違えました。入園制限も最悪だよ、ね、見た方がいいですよね、なんか事前に、うん、あとは公式サイトとかにも、あの混む日は事前に当日の混雑が予想されますとか、サイトに表示があって、でその後混んでるな、人が多いなって分かったら10時50分から制限かけますに、10時50分とか、いや、もうほんと時間バラバラです。その公式サイトに時間表示がされるって感じ。じゃあ例えばなんか遠方から来てる方でもチケット買ってる人とかどうするんですか。その方だったら、まあ多分前売り券とかディズニーストアとかもですけど、日付指定券ってできませんでした。今日は日付指定券にしてます、指定入園券にしてますね。だから今日は12月10日ないと思うんですけど、入園制限かかってても日付指定だから入れます、そのための前売り券。逆に何も日付指定がない時にもワンデーパスポートあるじゃないですか、それで制限かかったら入れない、あの制限が解除されるまで。コンビニの可愛い、可愛い、なんかコンビニ、なんか可愛いチケット欲しいんですけど、コンビニだとこれですもんね。そうなんですよね、そこがね。そうなんですよ、僕もだから毎回ストアで買っちゃいます。そうですよね、あの年間パスポート使用不可でも来ますよ。年間パスポート使用不可の日なんてあるんですよ、一昨年ぐらいからできて。そう、悲しかったですか。あ、でも悲しかったですね、最初は、ね、だって年間パスポートって、ね、名前通り、いや、本当にね、持ってるんだからね、え、ね、でも知らないで、ね、来たら最悪ですよ。そうですね、まあでも知ってるか、年パス持ってる人は。年間パスポート除外日なので、まず購入する前にその紙が1枚、小さい紙が一緒に渡されるんで、それを見ながら、見ながらか、まあやっぱりたまにはまあ、いつもの土日で入れるだと、あれ年間パスポート使用かみだっていうのもあるんじゃないですか。来年がすごい多いです。もう なんかね、見ました、ね、来年はあの毎月のようにあるというか。え、なんでですか。多分拡張で混むからじゃないですかね。ファストパスが取得できました。今日は早い方、本当に早い方、イエーイ。でも朝一はやっぱり人気アトラクション乗りたいですよね、せっかく優先入場券なので。5分待ち、やば、
取っておいた方がいいんじゃないですか。